はい、どうもセリカです。予告、青の要塞開催出た、新しいのなんだこれ、青の要塞開催。要塞、塔の中にはたくさんの青鬼が潜んでいるぞ。青の要塞、この恐ろしい要塞に挑戦する勇気が君にはあるのかな。実施期間が11月29日から12月17まで。うわー、新しいの来た。青の要塞は青の塔、青の遺跡と同時開催されますということで、ちょうどね、青の塔、青の遺跡の青の試練が今日で終わったっていう感じなんですけど、予告が来てました、新しいのが怖っ。なので青の塔、青の遺跡の多分下に青の要塞っていうのがまた新しく加わると思うんですけど、何これ、誰、知らん人いるんですけど、ペットボトルみたいな、誰これもしかしたら次のシーズンの青鬼かもしれない。ちょっとネタバレ的なものか、ちょっとお楽しみにしててねという要素なのかもしれない。今度はちょっと赤っぽいイメージですね。遺跡はちょっとグリーンのね、ちょっと古い苔のような苔と言ったらごめんなさいなんですけど、青の要塞は出口はこんな感じかな。あの暗闇から、まあ、要塞って言うともう窓も何もない建物っていう感じなので、この光は外の光っていう感じで、外に出る的な感じかもしれない。多分似たようなものだと思いますが、要塞は鍵ではなくてなんか見つけるのかなという予想はしてますが、でこのお知らせが青鬼オンラインのアプリではなくて、ツイッターの方で3時頃ですかね、出てたものなので、ちょっと一回ツイッターの方にも行ってみたいと思います。はい、こちらですね、緊急予告、新たな試練、青の要塞が登場。暗闇を徘徊する青鬼に気をつけろ。要塞を制覇し限定スキンをゲットしよう。11月29日から開始予定ということでやばいなこれ、大丈夫かな。やっと遺跡をなんとかクリアしたっていう感じなんですけど、また新しいコンテンツが始まるっていうことなんで、もう青の塔、青の遺跡はもしかしたらもう最上階っていう形なのかもしれないですね。次は青の要塞という感じで、また1階から5階とか1階から10階っていう感じですかね。なるほど暗闇なんでちょっと暗いのかな。で赤っぽい感じですよね。で今度は鍵ではなくって要塞なんで、何でしょうか、なんかを探しながら集めていくっていう、出口まで行くっていう感じかもしれないですね。いやーちょっと怖、楽しみ怖い、またちょっとえぐいの来たなっていう感じで、これもまた必要な試練のステージに加わっていくんじゃないかっていうことなんで、繰り返しも単発で練習もできるしっていう感じで、また新しいのができるということで、月末ですね、楽しみにしたいと思います。はい、それでは青の遺跡もう終わっちゃうんですけど、動画が出る頃には終わってしまってるかもしれないんですけれども、青の遺跡の最上階をやって、隠しステージまだ行ってないのでちょっと間に合うかわかんないんですけども、アヌビス取れるとこまでやりたいなと思ってます。こう鉄球がね、なんか2列来るようになってるじゃないですか。ちょっとこの間最初にやった時に2列来てて、あ、なんか無理だと思って後回しにしてて、青の塔の隠しを先にやっちゃった感じ。めっちゃ怖いんですけど、早いしね。待って、めっちゃめっちゃおじいちゃんみたいな鉄球いたけど、何あの人、遅いのいた今、びっくりしたほらめっちゃ早いのに、もう遅いおじいちゃん、やばい、なんかすっごい難しいんですけど、表が早いし、なんか2段来るし、あと1個か。これでちょっと1回その前にクリアはしたので、今回クリアすると初隠しステージチャレンジできるっていうことだと思うので、お、いけた、あー怖っ、うわー危な絶対やばかった、危なギリギリなんだよね。で、あのクソハムちゃん、おじいちゃん来たおじいちゃん鉄球来た、クソハムちゃんでね、やってくださいっていう、あー、いけた、コメントがあったのでやらせてもらいまして、初今回隠しステージようやくもう終わりだけどできるとこまで行きたいと思います。はい、多分ね、割と攻撃力も半減してるっていうことなんで、今回のこちらの隠しステージも多分半減してると思うので、1体ぐらいはゲットしたいなと思っております。今んとこ0体です。今までクリアしたことないので、初挑戦、まあ挑戦を何回も過去にはしてたんですけど、今回は一応初遅ればせながら初挑戦でいきます。あ、やっぱり攻撃あれかな、まあ、鉄球がないだけだいぶいいここ。ただ前回は
全然できなかった。一体も一回もクリアできずにアヌビスを持たぬまま終わってまして、まあ今がチャンス難しい。やっぱりはい、何回か挑戦してますが、あのね、表が難しい。私あの鉄球が2つジャーンってくるとこがうまくかわせないというか、今までのやり方ではいけなくて、まだルート開発、あ、やばい、なんか部屋押しちゃった。ルート開発する間もなく死にまくって、なんとか偶然的にクリアしたので確信ステージ。やばいよ、押しちゃったよ。まあ、鉄球ないだけまだマシか。攻撃もだいぶ危ない、広いし、でこう白い玉が嫌だな。でなんか消えるの早いですね、バーンってなって爆発して、それはありがたい。ただこの人ちょっと長生きですね、白い玉は。やばいかもしれない、ここ。いやー、いけた。いや、ちょっと多分ね、慎重に行けばね、できるんですよ、多分。ただ私、ちょっと焦り症というか、慎重さがあまりないというか、行っちゃえっていう感じで、行けるでしょうっていう感じで、よく当たるんで、落ち着けばいいんですけど、もうここのステージなんてまさに多分、ちゃんとやればできるんですけど、オッケー、あと1個。どこだっけ、あと1個。ルートがさ、うわ、来た。ルートが定まってない。ここなんか白い玉があって見てないかな、上の方。こっちだったっけ、見てないとこある、わかんない。やだー、やばい。このね、クソハムちゃん、青ハムちゃんっていうコラボもあったので、このスキムね、割と使いやすいので、また復刻、生きたぞ、いける、いける、できた。何回かやってます何回かやってます。いやー、できた、初めてのアヌビスゲットになります。おお。いやー、今回神ですよ。青の試練、隠しステージが全部攻撃弱まってるっていうのでなんとか取れましたが、ちょっとね、青チケ不足と時間もちょっとそんなにこれから取れないので、10体まではちょっと届かないかなっていう感じなんですが、できるだけチャレンジして、まあ個数だけ伸ばしたいなと思ってます。ということで、初めてアヌビスゲットできました。いやー、もう簡単になったとはいえ、私にはまあまあレベル高い15回と隠しなんで、はい、ちょっと時間が許す限りやっていきたいと思います。はい、ということで、青の試練がもうすぐ終わるということなんで最後に撮ってますが、もう青チケはゼロになるほどやりまして、今回ね、ずっとこもってた、まあ珍しく、今まではね、もう撮れないやと思って、あのあんまりがっつりやってなかったんですけど、こんなチャンスはもうないかなということで、青の塔にこもらせていただきましての、一応ね、アヌビスは取れました。2体!2 体が限界でした。時間的に、青チケ的に、私の指的に。はい、ということなんで、スキンチェンジはちょっと届かなかったんですけど、一応やりましたということで、皆様ね、結構今回、青のと青の遺跡、やられた方多いかなと思いますので、お疲れ様でしたということで、締めたいと思います。マジでめちゃくちゃやったな。もうずっとニケちゃんか、クソハムちゃんか、米粒ちゃん。でやってて、百様も全然できてなかったので、これからちょっと外にも出て遊びたいと思います。ということで、たくさん応援してくださってありがとうございました。一応試練はここで終わりということで、区切りをつけてまた別で遊んでいきたいと思います。で、もうちょっとお見せするのも恥ずかしいんですけど、こっちまでもう届かなかった途中まではやったんですけど、ゼウスとかポセイドンとかサタンはね、挑戦すらしてないです。一回もやらないまま来ちゃいまして、ゴエモンを2回ぐらいやって、もうね、ちょっと時間がないなという風に判断して、ワードを取らずにいましたので、このワード取った方ね、やっぱり結構すごいと思います。これね、簡単じゃないですよ、この、クリアするの。5回とはいえ、まあまあ難しいと思うので、青の試練の覇者のワードを持ってる方はかなりやっぱり、あの、お上手、プロ級の方だという風に思います。またいつかこんなチャレンジが来たら、私も頑張って挑戦したいと思います。はい、ということでございまして、青の塔、青の試練は一旦区切りましたが、また間もなくもうすぐですよね、11月29日青の要塞が始まるっていうことなんで、これもね、ちょっとなんとかしがみついてやっていきたいと思うんですが、かなりレベル高いと予想されるので、また皆さんの情報もいただきながら頑張っていきたいと思います。ということで、今回は情報半分、青の遺跡のアヌビスゲットという動画になります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画もチェックしてみてください。それではまた。バイバーイ。